市川泉は日本のフリーアナウンサー。京都府の出身で2010年4月から2015年1月までは富田和という名義で山口朝日放送にアナウンサーとして勤務していた。退社後はオフィスキーワードに所属のフリーアナウンサーとして活動する傍ら、2016年から野球関連のコラムニスト、2019年からピラティスのインストラクターとしても活動している。フリーアナウンサーとしては2020年度まで地元の関西地方を拠点に活動していた。早稲田大学大学院のスポーツ科学研究科へ進学した2021年度からは活動の拠点を東京へ本格的に移している。血液型は A 型で京都女子高等学校から関西大学へ進学した。中学生時代にはソフトボール部に所属。1番、2塁手の左打者として全国大会に2度出場した。大学卒業後の2010年4月にアナウンサーとして山口朝日放送に入社した。在職中には全国高等学校野球選手権山口大会のテレビ中継で実況を担当。2013年には第95回全国高等学校野球選手権山口大会準々決勝高川学園対下関商業戦の実況で第12回ANNアナウンサー賞最優秀新人賞を受賞した。2014年末に藤本淳のダッシュ宣言のダッシュアシスタントオーディションに現所属事務所、現芸名を名乗って参加。グランプリへ選ばれたことを機に2015年1月3日放送分から同番組のアシスタントに起用された。2015年1月15日付で山口朝日放送を退社。フリーアナウンサーとして日本プロ野球阪神タイガースの春季キャンプ期間中に虎壺でリポーター、プロ野球シーズン中に MBS ベースボールパークのスタジオアシスタント兼リポーターを務めた。第87回選抜高等学校野球大会の期間中には毎日放送のテレビ及びラジオの大会ダイジェスト番組で MC を担当。9月28日からおはようコール ABC 月水曜日のニュースキャスターに起用されるなど複数の情報番組にレギュラーで出演していた。2020年4月からはワースポ MLB、ワースポ MLB サンデーのキャスターを担当。オフィスキーワードの大阪事務所に席を置きながら同番組を担当するたびに大阪から上京していたため、在阪局制作番組へのレギュラー出演も平日を中心に続けていた。その一方で、ピラティスインストラクターの資格を取得した2019年から、上記の活動と並行しながら、ピラティスのオンラインレッスンなどを実施。2021年4月からは、スポーツの現場にピラティスを応用する可能性を追求する目的で、早稲田大学大学院のスポーツ科学研究科へ進学した。このため、関西地方の放送局が制作する番組へのレギュラー出演を同年3月で終了。4月以降は、ワースポ MLB への出演を続けつつ、研究を優先する目的で、活動の拠点を東京へ移している。オフィスキーワードでの所属先も東京事務所へ変更し、大学院では、早稲田大学野球部の協力を得ながら、ピラティスによる障害の予防効果や野球の動態解析などを研究している。プライベートで地方大会の試合を丸1日観戦したり、山口朝日放送のアナウンサー時代に高校野球検定に合格したりするほどの高校野球ファン。2016年から週に数日ニュースキャスターを務めるおはようコール ABC でも、2016年の第98回全国高等学校野球選手権大会から春の選抜大会、夏の選手権全国大会期間中に市川泉の甲子園ラバーを午前5時台のスポーツコーナーで連日放送。本来はキャスターを担当しない曜日の生放送にも出演したほか、本番終了後にはスケジュールの合間を縫って甲子園球場で全国大会の試合を観戦していた。2019年からは高校生時代に面識のあった選手の追跡を兼ねて大学野球の試合も随時取材。ワースポ MLB のキャスターとして全国向け番組へのレギュラー出演を始めた2020年度からは取材の対象を MLB にも広げている。サッカーも好きでサッカー4級審判員の資格を保有。山口朝日放送アナウンサー時代の2014年には当時 JFL に加盟していたレノファ山口が J3 リーグへの昇格を決めた瞬間に立ち会った。その一方でフリーアナウンサーへの転身後にはピラティスインストラクター、アスリートフードマイスター、食育コンシェルジュのライセンスも相次いで取得している。山口朝日放送からの退社直前に出場したダッシュアシスタントオーディションではファイナリストとして2015年12月27日開催のチャンピオンシップ大会に出場。予選ラウンド A グループを勝ち抜くと決勝ラウンドで B グループ勝者の関真由美を下してグランプリに選ばれた。ちなみに毎日放送では2017年10月からちちんぷいぷいにぷいぷいリポーターという肩書きで金曜日を中心にレギュラー出演。当初は野球と無関係の生中継を主に担当していたが、2018年の第100回全国高等学校野球選手権記念大会終了直後からは高校野球関連の取材、スタジオ解説を随時、10月からは私たちスルーできないの取材、スタジオ報告を各週で任されていた。また、2017年から2020年までの NPB ドラフト会議開催日には、毎日放送を代表して、会議関連の生中継リポートを担当していた。おはようコール ABC と放送時間が重なる関係で、みんなの甲子園への出演を見合わせた2016年以降は、選抜高等学校野球大会期間中に、5チーの球春胸キュン日記を、スポーツ日本向けに連日執筆。高校野球関連の雑誌にも随時コメントを寄せている。2018年にはスポーツ日本の大阪本社からスポニチ高校野球応援隊長に任命。3月からは阪神タイガースを応援する著名人を代表する格好で阪神タイガース監督市川泉として文春野球の執筆陣に加わっている。名前の和は市川の地元、京都市に本社があるワコールの陸上競技部で、長距離走、マラソン選手として活動していた、牧和に由来。物心がついた頃には、野球より先に、同市内で実施される駅伝やマラソンを観戦していたという。2018年2月18日には、ちちんぷいぷいのレギュラー陣を代表して、出身地近辺の道路をコースに設定する、京都マラソンへ、桂義也と共に参加した。フルマラソンへの参加は自身2度目であったが、関西地方で活動する女性アナウンサーによるフルマラソンの最速記録が4時間17分台と聞いているので、4時間15分以内に完走することで、関西で一番足の速い女子アナと呼ばれたいという目標を掲げた末に、4時間9分47秒という、ゴールタイムで完走を果たした。フリーアナウンサー転身後の2015年から2021年までは、毎日放送グループのスポーツ関連番組向けのリポートを兼ねて、阪神の春季沖縄、秋季キャンプを毎年取材していた。もっとも、取材開始日や屋外練習の取材中に雨が降ることが多く、阪神球団や毎日放送の関係者からは、雨女と呼ばれている。好物はハンバーグ。インスタグラムでは、市川泉名義のアカウントに加えて、ハンバーグラムを2019年から開設している。2021年4月から、早稲田大学大学院へ進学することを決めたのは、ピラティスインストラクターの資格を取得したことに加えて、野球関連の取材を通じて、故障によって夢を諦める、高校球児やプロ野球選手を少しでも減らすために、故障の予防につながるピラティスのメソッドをスポーツ医学の見地から探求したいとの思いへ至ったことによる。大学院への在学中は2年後の修了を目標にピラティス関連の研究活動を優先する一方でワースポ MLB への出演や文春野球でのコラムの執筆を継続。さらに活動の拠点を東京へ本格的に移したことに伴って、東京6大学野球の取材、記事執筆を本格的に開始した。ただし、大学院の夏季休暇中には、進学前と同じく、関西地方で、高校野球関連の取材に奔走している。現在テレビ過去テレビ以下はいずれも毎日放送制作の番組。ラジオいずれも毎日放送制作の生放送番組ときない限り山口朝日放送のローカル番組。スポーツ中継フリーアナウンサーへの転身後に担当。山口朝日放送在職当時、同局公式サイト内で配信された富田和のプロフィールマイナスインターネットアーカイブより。ありがとうございます。